皆さんこんばんは。チャンピオンフットボールです。このチャンネルでは選手や監督の歴史やエピソードについてご紹介していきます。今回はこれまでバルセロナ、バイエルンミュンヘン、リバプールと各国の強豪クラブでプレーしてきた優勝請負人とも呼ばれているスペイン代表のミッドフィルダー、チアゴ・アルカンタラについて紹介したいと思います。チアゴはバルセロナの下部組織からトップチームデビューを果たすと、その後恩師グアルディオラ監督の後を追ってバイエルンミュンヘンに移籍し、世界的な選手へと成長。そして現在は世界最高のクラブとも言われているリバプールで中盤の要としてプレーしています。この動画ではそんな彼が今までどのようにキャリアを歩んできたのか、どのようなプレーをするのか振り返ってご紹介していきたいと思います。圧倒的なテクニックと際立って目立つプレービジョンでピッチ上を制覇するチアゴは、現在のサッカー界において文句なしでワールドクラスのミッドフィルダーと言えるでしょう。チームに一人彼がいるだけで、攻撃時はまずボールをチアゴに回しておけばうまく展開してくれるという安心感が生まれる選手です。そんなチアゴのプレーを詳しく見ていくと、まずズバ抜けたパスのクオリティを持っていて、高いレベルにあるミッドフィルダーでも数試合に一度しか見せることのできるような、相手ディフェンスを驚かせるようなパスを何度も繰り返すことができるのです。さらにそのパスの球種も多彩なものがあり、チームの攻撃を一気に加速させる縦への速いパスや、少しテンポが速いゲームではそのテンポを落ち着かせる一息ついたパスでリズムを作ったり、相手の意表をつくゆったりとしてロブスパスでゴールを演出していきます。そして特筆すべきはそれらのパスを使い分けるタイミング、センスが素晴らしく、まるでピッチの上で起きていることをドローンカメラで上から見ているのではないかと疑うほど味方のポジションを把握し、最も効果的なパスを選択することができます。もちろんパス以外にもドリブルにおけるキープ力も桁違いで、ディフェンスラインまで降りてボールをもらってから前線へ運んでいくドリブルが非常にうまいチアゴ。決してスピードがあるわけではない中で、自分の体を巧みに使い、相手ディフェンスが密集している地帯でも簡単に失うことなくボールを前進させることができるので、チームのビルドアップがスムーズに行うことができます。さらに前を向いていない状態でボールを受け取る場面で、普通の選手なら相手を背負うことを第一に考えるかもしれませんが、チアゴは後ろにも目がついているのではないかと思わせるほどの華麗なボディフェイントで相手をかわし、厳しい場面からでも単独でパスコースを生み出せます。このようにテクニックが優れていて、パワーやスピードといったフィジカル能力にあまり長けていない選手は、中盤として重要になってくる守備が不安定な選手が多く見られます。しかしチアゴはそのハンデすらも超越した戦術眼を持っていて、試合の展開を読むことによって的確なポジショニングを取り、守備時には多くのインターセプトを見せてきました。さらに最後まで諦めずにボールに対して粘り強く守ることもできるチアゴは、スライディングタックルのタイミングも抜群で、的確にボールを捉えて華麗なボールダッシュを見せることができます。そしてスタミナもしっかり兼ね備えているので、90分間ピッチを所狭しと駆け回り、攻撃時にはボールをさばき続け、守備時には頭を使ったディフェンスとガッツあふれるディフェンスを使い分けることができる完全無欠のミッドフィルダーといっても褒めすぎではない選手となっています。そんなチアゴですが、ウィークポイントを挙げるとすると怪我の多さが上がります。これまでもキャリアにおいてリーグ戦30試合以上に出場したのが2018-19シーズンの一度のみとなっていて、フルシーズン稼働する選手という印象ではありません。それでも出場すれば必ず違いを生み出してくれる選手なので、どんなチームでも重要視されてきたのがチアゴ・アルカンタラの凄さを物語っているのではないでしょうか。そんなチアゴは自身が参考にしたプレーについて、シャビは僕の模範だった、プレーはシンプルだけど信じられない結果を手にしていたんだ、彼こそがバルセロナの心臓だった、彼のような選手は今後二度と現れないだろうねと、バルセロナ時代に見ていたシャビのプレーを模範にしていたと話して、僕は責任を負うことを望む、僕のようにバルセロナで育った中盤の選手は例外なくボールを持ちたがるね、だけど最終的には自分の先天的な能力が伸びていく、ただやるべきことというのがあって、それはボールを動かすことなんだと自身のプレーについて語っていました。元ブラジル代表で1994年のアメリカワールドカップ優勝メンバーの一人であるマジーニョを父に持つチアゴは、その当時イタリアセリエ A でプレーしていた父親の影響で1991年4月11日にイタリアのバーリで生まれました。2歳下の弟は現在
レアルソシエダでプレーするラフィーナで、いとこには現在リーズユナイテッドでプレーするロドリゴ・モレノがいます。このように父親がレジェンド級のサッカー選手という環境で育ったチアゴは、5歳の時にブラジルの名門フラメンゴの下部組織に入団しますが、1996年に家族と共にスペインに移住してからはガリシア州ポンテベドラ県ニグランという場所にあるウレカというチームに所属することになりました。しかし10歳の時に再びブラジルへ戻るなど、スペインとブラジルを行き来する幼少期を送っていましたが、2004年に再びスペインに渡るとバルセロナのカンテラに入団し、トップチームを目指していくことになります。このように激動の幼少期を送っていたチアゴは、その当時のことをインタビューで語っていました。その中でまず少年時代の一番の思い出について聞かれると、いきなりそれは難しい質問だね。子供の頃のいい思い出はたくさんあるんだよね。僕は長い時間を弟と過ごしたんだけれど、彼は2つしか年が変わらない。小さい頃父の試合が終わった後、いろんなスタジアムの芝生で遊んでいたのを覚えているよと、弟と父親の試合を見た後にピッチの上で遊んでいたと、サッカー選手の子供ならではの秘話を語ります。さらに父親のマジーノから教わったことはあるかと質問された際には、サッカー選手として父が教えてくれたのは、自由にプレーして楽しみ、そして同時に責任感を持ち、一定の真面目さを見せることだ。それを同時にやることをいつも心に留めているよ。観客には喜びと、そして同時にチームにとっていい決断を見せていきたいんだと、サッカーを楽しんでプレーすることが大切なことだと教わったことを語りました。このように父親の教えもありながら、サッカーを楽しんでプレーしながら成長を続けて、バルセロナのカンテラに入団したチアゴは、2006年にカデーテ A、2007年にはフベニール A とトントン拍子でカテゴリーを昇格していくと、すぐにジョゼップ・グアルディオラが率いる FC バルセロナ B へ招集されることに。そして2008、9シーズンからグアルディオラがトップチームの監督に就任すると、シーズン終盤の2009年5月17日、ラリーガのマジョルカ戦でエイドル・グジョンセンと交代する形でトップチームデビューを飾りました。このように B チーム、そしてトップチームに呼んでくれた恩師ともいえるグアルディオラ監督について、初めて会った時の印象をインタビューで、チアゴは U16 のトレーニングセッションの時だった、ポジショナルプレーについてのセッションだったけど、戦術や技術に関して彼がとてつもない考えを持っていることにすぐ気がついたんだ。そしてよく分かったことは、彼はコーチ職が天職であり、リスペクトできる存在だということ。彼自身も学ぶことの多い偉大なプレイヤーだったからね。けど彼が監督としてあれだけ突出したキャリアを築くことになるとは、当時は誰も予想できなかったねと、初めて話を聞いた時からグアルディオラはコーチ業が天職だと気づいたと語りました。こうしてバルセロナでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせると、2010、11シーズンはリーグ戦12試合に出場します。そして2011、12シーズンからトップチームへ正式に昇格を果たすと、このシーズンはリーグ戦での出場機会を増やして27試合に出場し、2ゴール4アシストという数字を残しました。さらに翌年の2012、13シーズンでもリーグ戦27試合に出場し、2ゴール5アシストを記録。しかしこの当時のバルセロナの中盤にはシャビ、アンドレス・イニエスタを中心に、セルヒオ・ブスケツ、セスク・ファブレガスなどスペイン代表でもレギュラーを務める選手ばかりが在籍しており、さらにはヤヤ・トゥーレやセイド・ケイタなども控えに揃っていました。この中では素晴らしい才能を持つチアゴですらレギュラーを取るのは至難の業でした。すると2012、13シーズン終了後、出場機会を求めて移籍を志願したチアゴ。そんな彼に対してバルセロナは非常に高く評価しており、当時バイアウトを9000万ユーロに設定していました。しかしそのバイアウトには出場試合数によって5分の1の1800万ユーロにまで減額される文言があったようで、2012、13シーズンの出場試合数の結果、このバイアウトにおける金額も減額。結果的にマンチェスターユナイテッド、レアルマドリードなどの争奪戦を制して、2013年7月、恩師のグアルディオラ監督が就任したブンデスリーガの名門バイエルンミュンヘンへの移籍が決定しました。この時の移籍金は2500万ユーロ、約33億円でした。このように恩師の後を追う形となったチアゴですが、移籍の理由として本人はバルサを離れる必要があった。国内国外のクラブに関わらずね、出場機会が多くなかったからフットボールをして幸せになりたかったんだ、新たなステップ、新たな挑戦を求めていた。
成長できてバルサには感謝しているが、レベルを上げるためにこういう瞬間は訪れるものだよ。バルセロナには閉じ込められていると感じていたし、どこかでレギュラーとしてプレーしたかったんだと、やはりレギュラーとしてプレーできるクラブに行きたかったというのが一番大きかったのだと語っています。新天地ドイツで新たなスタートを切ることになったチアゴでしたが、いきなり初先発となった8月24日の試合で足首の靭帯を断裂する怪我を負ってしまい、幸先の悪いスタートとなってしまいます。その後2ヶ月弱で戦列に復帰したものの、そのシーズンの終盤に今度は右膝の内側側副靭帯を部分断裂してしまい、バイエルンでのデビューシーズンとなった2013-14 シーズンはリーグ戦わずか16試合の出場にとどまってしまいました。そして2014-15 シーズンを迎えるにあたって、怪我から一度は練習に復帰したチアゴでしたが、負傷が再発したため手術に踏み切ることに。この手術からの復帰には結局トータルで約1年を要してしまい、このシーズンはリーグ戦4試合のみの出場に。出場機会を求めて移籍した地で怪我に悩ませていた当時の心境について、チアゴは、僕にとって一番ハードだったのが怪我をした2014年の4月から2015年の4月までの間だね。あれは本当にハードな時期だった。ああいうことは二度と起こってほしくない。そのために毎日トレーニングしているんだと、後にキャリアの中でも一番辛い時期であったことを語っています。怪我から復帰した2015-16 シーズンは1シーズンほとんど怪我なく戦い、リーグ戦27試合に出場し2ゴール4アシストという結果を残しましたが、このうち先発出場は16試合のみと、絶対的なスタメンには慣れていませんでした。このシーズン限りで恩師のグアルディオラ監督は退任してしまいます。そんな中で迎えた2016-17 シーズンでしたが、新監督に就任したカルロ・アンチェロッティ監督のもと、出場機会を増やしてリーグ戦27試合に出場し6ゴール5アシストと、これまでのキャリアで最高の数字を残しました。しかし続く2017-18 シーズンでは再び筋肉系の怪我に悩まされ、リーグ戦19試合のみの出場となってしまいました。それでも2018-19 シーズンはしっかりと1シーズンを通して戦い、リーグ戦初となる30試合に出場し2ゴール6アシストという結果を残しました。このシーズンオフに再び恩師グアルディオラ監督が率いるマンチェスターシティへの移籍が噂されましたが、チアゴは残留を決意。そして迎えた2019-20 シーズンは少し怪我があり、リーグ戦24試合の出場でしたが、UEFA チャンピオンズリーグの舞台でチームを決勝まで導き、決勝のパリ・サンジェルマン戦でも素晴らしいパフォーマンスを見せて、ビッグイヤー獲得に大きく貢献しました。そしてその後2020-21 シーズンがスタートした直後の2020年9月18日に、プレミアリーグの強豪リバプールが移籍金2500万ポンド約35億円でチアゴを獲得したことを発表。リバプールは近年補強において基本的に前途有望な若手しか取らないというポリシーをクラブの上層部が貫いていたため、5月下旬の段階でチアゴ獲得を見送る方針でいたといいます。しかし以前からチアゴの獲得を熱望していたリバプールを率いるクロップ監督が上層部に補強の必要性を直談判し、最終的にその思いに上層部が折れ、バイエルンとの交渉が急速に進んだという形でした。そしてスペイン、ドイツに続き3カ国目となるイングランドでのプレーを選んだチアゴは、入団にあたり素晴らしい気分だ、この瞬間を長い間待っていたし、ここにいることができてとても幸せだよ、年月が経つとできるだけ多くのものを勝ち取りたいと思い、勝つともっと勝ちたいと思うようになるものだ、このクラブは僕が何者であるかを表現していると思う、全ての目標を達成しできるだけ多くのトロフィーを獲得したいねと新天地での意気込みを語っていました。しかしリバプールでの1年目は新型コロナウイルスの影響や自身の怪我の影響もあり、リーグ戦24試合の出場で1ゴールアシストはゼロと期待されたような活躍を見せることができませんでした。このパフォーマンスに対して巻き起こった批判に対して、チアゴは僕のパフォーマンスについていくつかの批判があることを理解している、でもここに加入してからの僕のパフォーマンスに対して僕自身も満足していない、新しいクラブ、通常ではない状況、負傷もあった、だからリズムに乗ることは難しかったけどこれを言い訳にはできないと、なかなか新天地でフィットすることができなかったと認めていました。
それでも2021-22シーズンはこれまで序盤に怪我での離脱を経験したものの、復帰してからはさすがのパフォーマンスを見せていて、チアゴ抜きではリバプールの中盤における攻撃力が激減するとまで言われています。現在31歳とベテランの域に入りつつありますが、まだまだその能力は衰えるどころか、毎試合ファンを魅了する素晴らしいプレーを見せ続けているので、これからもサッカーファンを驚かせるようなパスをたくさん見せてほしいと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。このようにこれまで各国の強豪クラブで常に重要な役割を担ってきたチアゴ・アルカンタラ、幼少期から父親の影響で複数の国での生活を経験していたこともあって、語学が非常に堪能で、出生地のイタリア語、両親の母国語であるポルトガル語、移住し母国語となったスペイン語、バイエルン在籍時に習得したドイツ語、さらには英語と5つの言語を操るペンタリンガルであるという一面があります。そんなチアゴがこれからもサッカーを父親の教えの通り楽しんでプレーできることを祈っています。今回の動画はいかがだったでしょうか。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で。